海流に乗って便の旅、太平洋を渡った便。平成3、1991年は台風の当たり年でした。17号、19号と九州を直撃し、特に19号は勢力を落とさないまま日本列島を縦断し、各地に多大な被害を与えました。中でも福岡県南部や大分県の日田の杉、東北は青森のリンゴなどが大きな被害を受けました。私の家の屋根瓦も半分ぐらい吹き飛びました。翌日、台風の去った海岸に出てみましたが、松原は葉や枝が落ちて緑の絨毯となっていました。松林のところどころに折れたりねじ曲がったりしたものもありました。遠く沖縄を歩く。取材で8月末に1週間に2度沖縄本島へ行ったことがあります。石垣島は日帰りという強行軍でしたが、沖縄本島には1泊しました。夕方沖縄に着き、翌日の午前中まで予定が空いていましたので、せっかく来たのですから沖縄の海岸を歩きたくなりました。タクシーの運転手さんに頼んで砂浜のある海岸へ行ってもらうことにしました。沖縄本島の海岸線の状況は、前年の平成2、1990年に琉球大学の学生さんが調べたところ、なんと自然海岸は3分の1ほどになってしまっていたそうです。本土の海岸と同じように人工海岸が年々増加している状況です。運転手さんによると、島尻郡知念村の知念海洋レジャーセンターのそばに自然の砂浜があるということなので行ってみました。しばらく走ると街並みとヤシの並木の向こうに海がちらちら見えます。漆喰で固められた茶褐色の屋根瓦、どこもその上にはシーサー、獅子さんの胃、魔除けの胃一種が威嚇するように睨んでいます。ああ、沖縄だなぁと思いました。漂着便との出会い。海洋レジャーセンターに着きました。運転手さんに10分ほど待ってもらうことにして、約300メートルほどの砂浜を走るようにして見て回りました。ギラギラと照りつける太陽。沖を見たら、異彩宝。12年に一度、馬年の旧暦11月15日から5日間行われる神事で有名な久高島が霞んで見えます。浜には私一人でした。サンゴの骨を踏みながらの小走りです。アダンが売れて橙色の実をつけています。その下には海水浴客が残していった空き缶や瓶類、それに弁当箱が散乱し、その間を沖縄ではアーマンという天然記念物のオカヤドカリが張っていました。漂着物はあまり見当たりませんでしたが、それでも台湾、中国、韓国製品が目につきました。そのサンゴの砂浜に緑色の瓶がテーブを上にして半分砂に埋まったようにして漂着しているのです。瓶をよく見ると中に白い紙らしきものが入っています。引き抜いてみると口は赤いゴム状のもので密封され、表面にはところどころに黒い油のようなものが付着しています。中の白い紙は封筒で、清浄機が書かれた切手が貼られ、アメリカ・カリフォルニアの文字が読めました。アメリカからのものかと思いましたが、瓶は厳重に密封されていたので、開栓せずに自宅に持って帰り、ゆっくり開くことにしました。ご苦労さん。長旅を終えた瓶。
岡へ持って帰ったその瓶は、密封した栓はなんとか抜けましたが、中の手紙が広がっていて、どうしても取り出せません。瓶もそのまま残して保存したかったので、結局テープを割って取り出しました。手紙の他に1ドル紙幣も入っていました。手紙の内容を要約すると、次の通りでした。この瓶は北緯32度5分、西経120度40分付近の南カリフォルニア海峡列島から約60マイル西部の地点で、1989年2月19日、空中から落とされたものであること。この瓶はシャンパンの瓶であり、不活性のアルゴンガスによって正常化され、プラスチックの留め物で口が塞がれており、エボキシ樹脂でのり付けされていること。海中の生物が繁殖し、重みを増すことで、瓶が海中に沈むことがないように、微粒子化された青銅を含んだアクリル樹脂の薄い層によって覆われていること。海流に乗って漂っていくように、海病が取り付けられていることなどでした。また、瓶の中身は保存用の要約文の用紙1枚、それにはアンケートに答えて返送してほしいことと、用紙の写し、住所が書いてあり、切手が貼ってある封筒と、お金がかかった場合のために1ドル紙幣が入っていました。1991年8月27日に漂着したものを見つけたのですから、発見まで約2年半の旅をしていたことが分かりました。この瓶はカリフォルニア海流に乗り、さらに北赤道海流に乗り、太平洋を渡って、さらに黒潮本流の出発点、フィリピンのルソン島付近へ出て、知念浜へ漂着したものでした。しかも出発点がはっきりしています。私は大変感動しました。思わず瓶に向かって、ご苦労さんとつぶやきました。早速、瓶に漂着した時の状況や写真などをつけ、また何本ぐらい投入されたか、日本周辺で回収された数などを問い合わせる手紙をつけて、10月9日にアメリカに送りました。11月上旬、アメリカからその返事が届きました。それによると、当便は1988年から行われているということで、瓶もシャンパンのボトルとポリエチレンの容器が使われていました。1988年には355本が当便され、それまでにポリエチレンの容器は発見されていませんでした。また、そのうち14個がフィリピン各地で見つかっており、他にハワイ、タイ国のシャム湾から見つかっていること、日本では奄美大島、1988年に当便で、1990年に発見されていること、フィリピンに到着するまでに1年半ほどかかっていることなどが分かりました。瓶を海へ流す、潮のまにまに、波任せ、風任せの旅は大変ロマンに満ちたものです。理科の実験として、石油タンカーで働いている人の協力をもらい、太平洋側と大西洋側に1106個流したんよ。そのうち240個以上が約30の国々に漂着しました。日本は松本さんが1本拾ってくれました。アメリカ、USA、テキサス州バーモントのブライアン君が流した瓶。ブライアンからの手紙が入っていた松本敏郎さんが見つけた瓶。この手紙は英語の教科書に載った。海流に乗って旅するメッセンジャー。
海流瓶、ビール瓶やレモン瓶に砂を3センチ入れて、はがきがプラスチック製。海流クラゲ、駒の大航海2005年、海流板。安城小学校の答辯、種子島西の表市。昭和47年、1972年以来、毎年卒業記念に答辯をしている小学校があります。鹿児島県の種子島にある安城小学校です。種子島といえば、天文12年、1543年、島の小浜西浦にポルトガル船が漂着し、船に積まれていた鉄砲が我が国に伝えられたことはご存知でしょう。これが戦国時代に広まり、国内統一を早めたと言われています。さて、安城小学校のある西之表市安城区もこんな歴史を持ったところでした。明治18年、1885年、安城海岸で遭難したアメリカ船カシミール号の乗組員を航空の人たちが総出で救出し、精一杯の看護をしたことでアメリカ国民を痛く感激させたそうです。安城小学校答辯の漂流の記録を拾ってみましょう。昭和47年、1972年の卒業生により138本、48年答辯が放流され、50年10月に1本がアメリカ合衆国アラスカシトカ湾に漂着しています。発見まで945日かかっています。また60年3月にはフィリピンケソンに漂着しました。51年には100本が答辯され、53年にミッドウェイに1本、同年アメリカ合衆国ワシントン州の海岸へ流れ着いています。54年には200本、そのうち1本は4年後にハワイカウアイ島で拾われています。これは新聞にも大きく報道されました。58年は200本、この年の11月15日に答辯されて、59年から60年にかけてフィリピンに5本が漂着しています。60年8月には大韓民国釜山に1本漂着していますから、対馬海流に乗ってきたことがわかります。海の道、海流、どこからどうして流れ着くのか。ココヤシやホウガンヒルギなど日本に見られない南の国の植物は一体どのようにして日本まで流れてくるのでしょうか。ココヤシのような利用価値の高いものは食用とされたり、油を取ったり、果物店に並ぶこともありますから、フィリピンあたりから輸入されたものが国内でゴミとして捨てられ流れてきた可能性もあります。また日本近くを航行中の船から果汁を飲んだり、殻を割って柔らかな果肉をスプーンですくって食べられた後に捨てられたものが漂着することもあるでしょう。ココヤシは海岸に植えられていますから、海を落ちて流れてきたものもあります。しかし食用にならないホウガンヒルギなどは分布地のフィリピンからはるばる海流に乗ってくるのです。太陽の中に川あり。地図帳を開くと世界の海流図が最初の方のページに載っています。青は寒流、赤は暖流で色分けされています。海流とは海水が一つの場所から他の場所へと引き続いた流れをなして運ばれていく現象であると海洋学者の
宇田道方道隆先生は海という本の中で言っています。海流の成因などについては省くことにします。日本近海の海流を見てみましょう。赤い色の暖流の黒潮、日本海流と対馬海流が日本列島を囲むようにして北上し、また北からは青い色のリマン寒流と対馬海流、親潮が日本海側と太平洋側に南下しています。黒潮の流速は1から5ノット、1ノットは1時間1海里1852メートルで、フィリピン付近から北上し奄美大島の北西で分かれて、本流は南九州から土佐、紀伊沖へ、千葉の銚子沖あたりから太平洋へ投進します。一方の対馬海流は九州の西方を通り、対馬海峡を抜けて日本海を流れ、北海道の宗谷、津軽海峡を抜けて太平洋に出ます。要するに海流は海の中に川が流れているようなものです。そしてベルトコンベアのように種々の生物やたくさんのゴミも一緒に運んでいるのです。アメリカの海軍士官モーリーが言った有名な言葉、太陽の中に川あり、は海流をよく言い表していると思います。昔から人々はこの海流を利用して移動し、海洋生物も回遊しているのです。